どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちら SPG アメックスクレジットカードありますよね。こちらリクマイラーの中でもねかなり、有名で人気で、最強ともね言われているこのクレジットカードなんですけども、私もねずっと愛用しているクレジットカードで、まあ、とてもねおすすめのクレジットカードではあるんですよね。で、今日ね、動画で解説したいなと思うのはポイントサイトでねこの SPG アメックスっていうのが、出てきたんですよね。まあ、ちょっとね前にこの SPG アメックスっていうの案件自体として、まあ、あったんですけども、最高で1万円分ぐらいまでねポイントが上がってポイントサイトの案件としてこの SPG アメックスをね、発行するっていう方がいいのか、SPG アメックスには紹介制度っていうものがありますよね。私のね動画でも解説させていただいてるんですけども、紹介制度っていうものがあります。でこの紹介して入るっていう方法と、まあ、ポイントサイトからね経由でまあ入会する、まあ、この2パターンがね、まあ、あるわけなんですけども、まあ、今日はねこの2つをまあ比較してね、まあ、どっちがお得なのかっていうのをね解説していきたいなと思うんですけども、まずね結論から先にね言ってしまいますね。これねどっちでもいいんですよこの後の動画見られんのかなどっちでもいいっていうのはそのこれね本当にポイントサイトの場合はポイントサイトなんで、まあもらったポイントを現金にもできるし、まあ、ANA マイルにもできるし、っていう、まあ、選択できますよね。まあ当たり前ですけどもね。で紹介で入るとマリオットボンボイ一択でもらえるわけなんですよね、ポイントを。でマリオットボンボイの場合は、まあ、ホテルに使うか、マイレージに交換するかっていう感じ。まあまあ他にも多分使い道はあるんですけど、まあ大体ここがメインじゃないのかなと思うのでね、まあここだけまあ言ってますけども、まあどっちでもねいいんですよね。でまずね今回のこのポイントサイトの案件なんですけども、まあ私がね動画で私のチャンネルでねおすすめしてないポイントサイトってまあありますよね。まあそちらで今案件出てるんですよね。で私のね動画のチャンネルでもね私はおすすめしてませんっていうふうにまあ私が言ってて、視聴者の方でね私は一番利用しているポイントサイトですっていう方ももちろんいますし、まあブロガーの方でもねまあこちらのポイントサイトをすごい押す方もねすごい多いんですよね。ですけどもまあ私はね対応が良くないのでまあおすすめしてないだけであって、まあ他の人がねどういう利用してどういうおすすめの仕様おすすめねしてるかはね、まあその人それぞれなんでね、まあ私はそれはそれでいいと思いますし、まあ私はねこの動画見てる方がねそういうトラブルがねあるのはちょっと申し訳ないんでね、私発信してる立場としてはまあおすすめしてませんよっていう感じなんで、そんな感じでまあ言ってるわけなんですけども、まあそのポイントサイトで今ねこの SPG アメックスの、案件が出ております。でこれねおそらくですけども他のポイントサイトでもね今後出てくる可能性が、まあ、一つのポイントサイトから出ると、まあ、可能性としては結構でかいんですよね。他のポイントサイトも多分出てくると思うんですよね。で今そのポイントサイトで出てるのが、8000円分だからもう現金にして8000円分のポイントでね、まあ、今出てるわけなんですよね。SPG アメックスがね年会費が高いですよね。税率が上がってしまったんで多分税込みで3万4000円ぐらいするのかな。あんまり気にしてないですけども3万4000円ぐらいするんですよね。でアメックス側、まあ、クレジットカード側のキャンペーンで、まあ、入会して3ヶ月以内に10万円使うと、まあ、3万ポイントがもらえるっていうキャンペーンをずっとやってまして、まあ、プラスしてまあ、10万円分使えますんで10万円分のポイントが入って、まあ、合計で3万3000ポイントが、まあ、獲得できるっていう感じなんですよね。まあ、これが、ポイントサイトを踏んで、まあ、入会すると、まあ、8000分もらえるっていう感じで、まあ、これが仮にね人の紹介で、まあ、入った場合は入会して3ヶ月以内に10万円使うと、まあ、3万3000ポイントもらえるのは、まあ、そのまま一緒なんですよね。ですけどもプラスして紹介で入りましたね入りましたっていう特典でプラス6000ポイントがもらえるっていうもので、
まあ、合計で、まあ、3万9000分のポイントが、まあ、もらえるっていう感じなんですよね。まあ、こちらマリオットボンボイポイントでね、まあ、もらえます。でまずねこのポイントサイトで、経由してもらった場合は先ほど言った通りね、まあ、選択できますんで、まあ、年会費をね、まあ、実質下げることができますよね。あの3万4000円ぐらいするこの高い年会費を、まあ、8000分ね、まあ、充填していただくこともできますしね。でもその代わりですねこの SPG アメックス、まあ、マリオットボンボイのホテルなんですけども、まあ、合計で3万3000ポイントになってしまうわけですよね。ってなるとですね、まあ、日本国内の、マリオットボンボイのホテルで3万3000ポイント以下のホテルって結構少なくなっちゃうんですよね。ですのでその入会した特典だけでホテルに宿泊す、あの無料でねホテルに宿泊するっていうのはねちょっと難しくなっちゃうかなっていう感じなんですよね。うん、そこだけねちょっと抑えていただきたいなっていう感じですね。もちろんね年会費は8000分もらえますんで、まあ、実質まあ2万6000ぐらいになるかな。ポイントサイトのポイントを現金でもらえばねそのぐらい下げることができます。その代わり入会特典でもらったポイントでね宿泊するのが、選択肢が狭まってしまうっていう感じなんですよね。次に SPG アメックスをね、まあ、紹介で入会した場合は、合計で、3万9000ポイント、まあ、紹介特典の6000ポイントが入りますんで全部で3万9000ポイントがね、入るわけなんですよね。ってなるとですね、まあ、3万5000ポイントで宿泊できるねホテルが、まあ、山中湖のマリオットホテルとか伊東の修善寺ホテルとかあとどこ名古屋マリオットとかも3万5000ポイントですね。うん、まあ、これがねあと1000ポイントで4万ポイントとかになると、まあ、ウェスティン東京のローシーズンとかね、まあ、もうちょっと選択肢はまあ広がるのと、まあ、マリオットはねシーズン制っていうものを導入したんでシーズンによってはウェスティン東京もともとあそこ5万ポイントのホテルだったと思うんですけども、まあ、時期とかね日付によってまあ4万ポイントで宿泊できたりっていうのが、まあ、ちょこちょこありますかね。私もそれで1回ウェスティン東京ね泊まったんですけども、まあ、そういうのもね、まあ、4万ポイント、まあ、1000ポイントねもう1000ポイント稼げばね、まあ、選択肢に入るっていう感じですかね。ではねこれがまあ、どっちがお得かっていうとすごい難しいんですよね。うん、本当に難しい選択。インターネットとかでね調べちゃうとやはりね紹介特典を進める方がねはるかに多いんですよね。うん、まあこれが現実なんですよね。うん、っていうのもまあ紹介すればね紹介まあ私がもし仮にねこの動画でまあこの見てる方がまあ私の紹介で入りたいってなった場合私にもポイントが入るわけなんですよね。っていう、まあそういうのがありますんで、まあやはりね、Google とかで検索すると、やはりね、ポイントサイトよりはるかに紹介で入った方がいいですよって、ね、まあ言う人が、まあやっぱり多いんですよね。うん。言っちゃっていいのかな。っていうのがあります。ですので、私個人的にはですね、年会費を下げたい方は、もう現金一択なんですね。ポイントサイトを利用した方がいいと思います。ですけども今出てるのは私のお勧めしてないポイントサイトなんでもうちょっと待ちましょう。もしかしたら、これからねまた出てくる可能性としてはねかなり大きいですね。他のポイントサイトでもですね、うん、で8000今8000で出てますけども、まあ、私がね昔あった時とか本当に1万ポイントぐらいまでありましたんでもうちょっと様子見てもいいかなと思うのとちょっとねできれば EC ナビとかポイントインカムとかハピタスとかね私がおすすめしているねポイントサイトで、まあ、案件が出たらねちょっと挑戦してほしいなと思うんですけども今ね挑戦するのはちょっとね、うん、そこしか出てないんでおすすめできないですね。うん、トラブってもね嫌な思いされるのはね見てる方なんでね。私の個人的な意見としてはこの動画見てる方で、今後ね海外旅行とかを控えてるとかあと年末年始とかゴールデンウィークとかお盆とかねそういう本当にスペシャルハイシーズンにどっかに行くもしくは海外旅行である程度の、まあ、夏休みとかね、まあ、比較的、まあ、安くないシーズンでね旅行海外旅行とかに行かれてそのマリオットボンボイホテルをね、予約しようっていうのを、まあ、頭に入れている方はポイントでもらった方がいいと思いますね。っていうのもですね先日動画でもね結構言ってますけど、まあ、2週間ニューヨークに滞在していたさせていただいて、まあ、11月の終わりから、まあ、12月の頭まで宿泊させていただいたんですけども12月に入って
ニューヨークのホテルって一気にむちゃくちゃ上がったんですよね、値段が。カテゴリーがそんな高くないホテルを抑えたのにもかかわらずですね、で、すごい場所がいいかというと、ちょっと外した場所にもしたんですけども、まあホテルとしてはね別にすごい良かったんですけども、ニューヨークの中でもそんなにすごいね中心地のど真ん中にあるホテルでもなかったにもかかわらずですね、1泊5万超えてたんですよね、そのカテゴリーがそんな高くないホテルで。でまあ私プラチナステータス持ってますけども、まあそこのホテルはもう朝食ぐらいしかね、そのプラチナステータスのパワーは使えないみたいな、その上位クラスの客室自体がもうありませんみたいなホテルだったんですけども、まあそれでもですね5万5000円とかそのぐらいの値段だったんですよね。だからそこに3泊させていただいて、まあその後はね、なんとポイントで泊まると確か 3万ポイントだったんですよね、そのホテルが。ってなるとポイントの価値としてはね、まあ一気に跳ね上がるわけですよね。だって3万ポイントで5万円のホテルが泊まれるんであれば、やっぱりその方がいいですよね。っていうので結論としては、本当にどっちを選ぶかはもうあなた次第なんですよね。なんで、繁忙期にね宿泊を予定されている方は、まあ、紹介で入った方がいいと思いますし、そこまでキンキンで決まってないっていう方はね、現金チョイスしても全然いいんじゃないかなと思います。 SPG アメックスは本当にとてもいいクレジットカードだなって私自身思うんですけども、やはりね初年度の年会費からね高いですよね。だから初年度からまあ無料宿泊券がねポンってもらえるんであれば、まあさらにねおすすめ度は上がるんですけども、初年度はねこの無料宿泊券っていうのがもらえないんで、年会費の初年度の年会費をねいかに安く抑えるかっていうのがね結構肝になってきますんで、まあ今回ねポイントサイトの案件で出ましたので、まあこういう動画作らせていただいたんですけども、やっぱりね私も最初入会するときにポイントサイトから入った方がいいのか、紹介で入った方がいいのかね、かなり悩んだんですよね。まあ結局私も紹介でね、ホテルを予約したいっていうのがあったんで、まあ紹介で入会したんですけども、やはりね、迷う方多いかと思いますんで、まあ今回ね、こういう動画を作らせていただいた次第でございます。いかがだったでしょうか。今回はね、SPG アメックスのね、クレジットカードがですね、ポイントサイトに案件が出ましたので、まあこれがね、どっちがおすすめかっていうのをね、解説させていただきました。まあね結論としてはね、あなた次第なんでね、今後の予定にね合わせて、発行することをおすすめしております。この動画がね役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。